はい、どうも、明智ピロシキです。タマランポです。お願いします。今回やっていくゲームは、うん、ソニックアドベンチャー2。来たー、よいしょー、ついに来たね。ついに来ましたね、うん。うんうん。言わずと知れた。ソニックシリーズ最高傑作ですよ、うん、ファンの間からもそうですし、ソニックチーム制作スタッフ側でもこの作品を超えることが今の私たちの目標ですと。そうなんだ。そのぐらい言われてしまう公式マスターピース作品になってます。そうなんだ。今回その魅力をたっぷりと堪能していただきたいということになっております。うん、うん、楽しみ。早速始めていきましょう。はい、お願いします。はい、というわけで、うん、まあ、早速メニュー画面の方に入ってきましたけれども、はいはい、まあ、ソニックアドベンチャー2、うん、これもそもそもどういうゲームだったかという話なんですけど、うん、シリーズ10周年記念作品なんですね。はいはいはい。元々は2001年にドリームキャストで発売された、うん、まあ、ソニックアドベンチャーの続編タイトルなんですね。はいはい。でもソニックアドベンチャー2といえば、うん、新キャラクターシャドウの登場。ああ、そうか、ここからね。登場作品ロゴもね、ソニックの青とシャドウの赤と黒のこのロゴが、うんうん、組み合わさってるやつですけれども、うん、確かに、このシャドウが登場したっていうところが、まあ一つの目玉要素になってたわけですね、うんうん、でストーリー自体もヒーローサイドとダークサイドっていう2つの、側面から見ることができる濃厚なドラマが展開されていくので、うんうん、まあ、このゲームはとにかくドラマ、うん、お演出に注目して見ていっていただきたいなと。ドラマチックなストーリーに注目ってことね。はい、はいはいはい、そこはもうぜひ見てほしいなという感じですね。あ、了解だね。ソニックアドベンチャーも何を隠そう、明智が初めてプレイしたソニックゲームですから、おー、ここから思い入れをめちゃくちゃ深いんで。そうなんだ。今回の動画では熱く語るシーンたくさんあるかもしれないです楽しみ。収録前もちょっと緊張とかしてましたもんね、はい、そうだね。確かにこのゲームに向き合うとなるとなかなかね、やっぱり生半可な気持ちでは挑めない作品にはなってます。そんなタイトルなんだこれ、はい、そんな重たい気持ちでね、プレッシャーがすごい普通に楽しんでもらえればいいかなと思いますけれども、うん、まあ、ゲームのルールとかをまず説明した方がいいかなと思うので、うん、このゲームには遊び方の、メニューがあるので、ちょっとこちらで、うん、チュートリアルの方見ていきたいなと思います、うん、遊び方こちらですかね、はい、というわけでね、ゲームの始め方って出てくるんですけど、うん、これソニックアドベンチャー2、ソニックアドベンチャー2バトルを当時プレイしてた人は、うん、もしかしたらおやとなってるかもしれないんですが、今回、まあ、XBOX 版でプレイさせていただいてるんですが、うん、この XBOX でリマスターされたバージョンだとチュートリアルがですねちょっと変更されてまして、うん、元のゲームではこのチュートリアルおもちゃおくんが、はいはいはい、このロボットみたいな可愛らしいおもちゃおくんもこのゲーム初登場なんですけれども、うん、あ、そうなんだ。おもちゃおくんが実況解説動画さながらに、うん、こうテロップを使いながら、ほうほう、いろんなゲームの、あ、このゲーム内ルールとか教えてくれるっていう、なんか面白愉快なフルボイスチュートリアルだったんですけれども、おお、それがなんとオミットされているとドキュメントになってるってこと？ということで、あのおもちゃおくんの膨大なセリフ量はどうしてしまったんだと削減されちゃってんの？ということなんですけど。そうなんだ、うん、ちょっと残念なんですけど、ね、何、容量節約ってことカットされちゃったんだ。どういうことなんですかね、これ謎なんですけど、うん、まあ、ちょっとゲームの始め方はさておき、まあ、ルールというか操作方法ぐらいは確認しといた方がいいんじゃないですかね。あ、ルールいろいろ、ね、ありすぎるんで操作方法のページぐらいは見といた方がいいかなと。なるほど、もう本当に全部文章で紹介されてるんです ね。なんか味気ないっすよね。なるほど、本来はおもちゃをが実況解説してくれると。うそうなんですよ。あ、ここかな、基本操作は。はいはい、うん、左スティックで移動して A でジャンプ、うん、B でアクション、Y でアクションウィンドウ切り替え。これちょっと重要ですね。はは、 Y ボタンを押すと、その場で立ってる時に Y ボタンを押していくと、うん、こう画面の右下にこう赤枠でなんか出てますよね、拾うみたいな。はい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 、あのアクションが結構いろいろ切り替わるんですよね。なるほど。そうそう、拾ったり口笛を吹いたり、ほう、その他いろいろなアクションが切り替わっていくんで、ちょっと場面場面で切り替えていく必要があるよと。ということで Y ボタンちょっと覚えておいてください。なるほど、口笛吹けるんだって今思いましたけどその効果が何なのかちょっと後に説明しますけど、うんうん、みたいな感じかな。なるほどね、まあ、基本操作はこんな感じですね。はいはいはい、うん、主なところはまあソニックアドベンチャーと一緒か、うんうん、この Y ボタン、アクションウィンドウ切り替えだけちょっと注目ね、うん、了解了解。それだけ覚えておいてもらえれば、あとはもう明智がつどつど説明していくので、うん、じゃあ前置きはさておき、うん、ワンピープレイ始めていきますか。いっちゃっていいですか。はい、お願いします。じゃあソニックアドベンチャー2実況始めていこうと思います。お願いします。
これがストーリーセレクト。ストーリーセレクトかっこいい、うんうん、メニュー画面の音もかっこいいっていう、ね、確かに、はい、まあ、先ほども言った通りヒーロー、ダーク2つのストーリーを自由に選んで進めることができます、うんうん、ヒーローサイドはおなじみのソニック、テイルス、そしてナックス、うん、この3人を切り替えてステージごとに順番に切り替わっていきながら進んでいくっていう。はあ、ソニックアドベンチャーはもうキャラクター1人でずっと進めていくっていう感じでしたけど、ああ確かに今回もストーリーなんですよね。ほうほうほう、ヒーロー編なんですよ。ああそういうことか。ヒーロー編でそれぞれのヒーローが切り替わっていって進んでいくっていう、うん、もう本当に映画みたいな。なるほどね、1本の映画をこれから見るみたいな感じですよ、うんうん、そして一方ダーク、これはもうシャドウ、そしてエッグマン、うん、そして新キャラのルージュと。へえ、ですね、エッグマンもプレイアブルキャラとして操作できるってことか。そういうことです。あ、なるほど。これもシリーズでは本格的にプレイアブルになったのは初めてです、ね、これまではそのレースゲームとか、まあ、対戦ゲームが中心だったんですけど、うん、エッグマンがちゃんと主人公の一人として初参戦と。おそういう意味でもシリーズファンにとってはこうエピックな出来事ですよね。なるほどね。はい、じゃあ玉川はどちらのストーリーから見ていきましょうか。あ、そうか、ダークから行くこともできるのか。ダークから行くことも全然できますと。うわ、むずいけど、むずいけど、まあ、順当にヒーロー行こうかな。まあ、無難にね、うん、全然いいんじゃないですか。やっぱり最初はソニック、大事ですもんね。そうだよね。やっぱ、初っ端ソニックのアクションから行きたいよね、この実況動画ね。OK、では、じゃあヒーローサイドを行かせてもらっていいですか。はい、お願いします。はい。首都上空。あ、このムービーは、このムービー、最近ソニックシンフォニーで見た。見ましたね。ということはですよ。ということはどのステージが待っているのかお分かりですよね。これは軍のヘリ？軍のヘリですね。軍って書いてありますね。あ、本当だ。GUN。うん。軍って書いてある。ガーディアンユニットネーションズね。あ、軍隊の軍じゃない。軍隊の軍じゃない。出た。うわー、これこれこれだよね。これっすよ。プリズナーソニック、なぜソニックが捕まっていたのか何の説明もないですけれども、始まってきました。あ、そうか、軍のヘリで捕まってたわけか。捕まってます、ね、最初見てください、このかっこいいソニックの。おい、軍用ヘリから取り出して、スタートからかっこよすぎるだろ。待ちえいやりかっこいい、かっこいい。飛び降りていく。はい、このままステージいいんすか。このままステージ映画見たいっしょ。あっちーステージはシティエスケープ。ああ、これだよね。の追跡振り切れ。行かせてください。はい。あ、もう触れるのかな。あ、来てる、やばい。ちょっと動かすの難しいから頑張って。これジャンプ台だ。はい。いいんじゃないの。あ、車で来てまして。すごい、大丈夫、これ。マッチをぐちゃぐちゃにしながら、走っていってる。全世界のソニックファンが幾度となく駆け下りた。あ、まずい、怖い。この坂。私たちはこの通りで育ちました。あ、そうなんだ。ネットミームにもなってましたけど。思い入れのある坂なので。うわ、すげえ、超かっこいいじゃん。マジでジャンプ決めた。あ、むずい。ここはくまく決めてほしいです。ごめん、はい、終わった。坂道セクション終わった。はい、初っ端からね、もう止めどもなくアクションが繰り広げられて、うん、ようやくここでちょっと落ち着けると。ちょっとやっと一息だね。ということで、おもちゃを触っていい？うん、うん、かわいい。おもちゃは、まあ、前作でいうティカルみたいな扱いなんで、あ、まあ、ステージ上にいるおもちゃに触るとヒントをしてくれると。なるほどね。いう感じで、ヒントボールと一緒だ、うん、あ、拾うが出てるじゃん。あ、拾うあるね。今アクションウィンドウに気がつきましたよ。ちょっと拾うやってみてもらっていいですか。おもちゃを拾えるの、B で拾う。やった、もういじめてんじゃねえよ。おもちゃを捕獲しました。捕獲これは小ネタですよね。あ、そうなんだ。僕を話してって言って、これ持ってゴールできんの。あ、持ってゴール、まあ、ここからはちょっと難しいんじゃないかな。あ、でもまあ持ってゴールするってこともできますよね。まだ道のりは長いからゆっくり置いとくか。うん、ごめんごめん。あ、かわいいんだけど。あ、めっちゃいい。あ、そうなんだ。すごいね、おもちゃにもうすでに心奪われてる。かわいいな。本来はあのおもちゃがあの実況解説してくれながら遊び方を説明してくれたと。そうだったんですよ。なるほど。なんでそれがなくなってるのかびっくりしたけどね。なくなってるんだっていう。え、もったいないね、うん、なるほどな。まあ、いろいろちょっとね要素の説明をしたいんで、うん、まあ、ステージ進んでいきたいとは思うんですけど、うん、ジャンプアクションとかも確認してもらった方がいいんじゃないかな。そうだね、うん、A でジャンプで、これホーミングかな。これはもう同じですよね。これがサマーソルト、新アクションですね。あ、サマーソルトって言うんだ、うん、でんぐり返しじゃなくて。そこででんぐり返しをして、で追加で、アクションボタンを押すと、うん、スライディングで攻撃できる。あ、そうなんだ。ということで、
あ、今のかな。そうだね、こうか。これスライディングも場面によっては使ったりする。はあ、はい、攻撃アクションですね。これか、なるほどな、へいへいへい。でアクションボタンな、その場で長押しでスピンダッシュ。ちょっと待ってよ、口笛になってた。 B ボタン長押し、うん、あ、これか。あ、いけんだ、いきなり、はい、あ、なるほど、ね、はい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 。ソニックアドベンチャーといえばスピンダッシュみたいなところありますから。これすごい、なんかやっぱりソニックアドベンチャーよりこのクイックネスがすごいというか、うん、反応が早いな。そうなんだよ、操作ちょっと難しいかもしれないけど。確かに、まあ、このステージでもう慣れちゃってください。なるほど。でちょっと口笛アクションやってみようかな。うん、これはこの場で口笛を吹くだけだと、まあ、意味がないんですけど、右奥にちょっと進んでもらっていいですか。右奥、はい、こっち。右奥に何かパイプみたいなのがありますよね。ある。このパイプの前で口笛を吹いてみると出た。はい、小動物くんがにゃってにゃって出てくる。アライグマ、これ。アライグマが登場ですね。あ、なんかじゃあ特定のオブジェクトに対して口笛吹くと粉が出てきたりすると。はあ、そういうことか、うん、いつでもおもちゃを呼び出せるボタンじゃねえんだこれ。そうではない。そういうわけではない。なるほどな。口笛はちょっと使い道が限られてくるんですけど、一応ああいうパイプを見つけたら口笛を吹いてみたらということですね。了解了解、うん、今ちょっと軽くできたけどグラインドだね。これか、はい、これがグラインドですよ。おお、もう今となっちゃおなじみだけど、これがソニックアドベンチャー2初登場と。あ、そうなんだ。グラインドアクションも今作から、うん、ソニックが履いている靴が、リニューアルしてるんですね、よく見ると。あ、確かに、こう靴底がこうちょっと反ってるというか。うこれが噂のソープ社のソープシューズですね。ソープシューズ、はい、当時、まあ、実在した靴メーカーということで、そうなソニックアドベンチャー2当時にスポンサーとしてついてた靴の会社さんなんですね。当時はソープ社のシューズを、まあ、履いている、まあ、海外ニキたちがストリートアクションを繰り広げてたと。お、面白い。ああ、ということですね。実際に実在したシューズメーカーなんだ。実在したシューズメーカーだったと。小ネタ面白いな。そうなんだ。当時はソープ社のね、あの広告看板とかもこのステージ上に散りばめられてたんですけど、Xbox 版リマスターだとそれはちょっとなくなってしまってるということで。あ、そうなんだ。ですが、看板なんかも結構いろいろ遊び心があって楽しいので。なるほどね。Here we go、カオスコーラ。カオスコーラ、うん、どんな味がするのか。カオスコーラは他のシリーズにもちょろっと出てきたりしますね。あ、そうなんだ。ちょっとじゃあ看板にもなんとなく注目だね。してると面白いと思います。進んでよろしいか、ね、進みますか。喋、ね、ること多すぎるんですけど。お、早速エネミーがちょっとガンダムみたいな敵。ちょっとなんかあれだな、ソニアドの敵とテイストがちげえな。そうだね、だいぶ軍用な感じだね。軍のメカっすね。エッグマンのメカではないんですよ。あ、そういうことか。っていうのは、あ、なるほどね。エッグマンのセンスじゃないもんな、確かに。この G っていうエンブレムが、まあ、軍のエンブレムなんですけど、これか。敵の、あのエンブレムにも使われてるんで、うんうん、どの敵にもこの G のマークがありますから、ね、もうちょっと見といてください。これ今壊せないです。これ壊せない。そっか、硬い箱だね。なるほど。ちょっとじゃあリンク集めながら進んでいこうかね、うん、おー、このガンダムライクな、マジで、ね、軍用ロボットと SF っぽい世界観が結構入ってきてるんですよね。うんうん、さっきのカプセルみたいなやつだ。そうだね。危ない、倒して。これね、緑色のカプセル、これカオスドライブですけど。カオスドライブ、まあ、一応設定上はね、カオスエメラルドの力を研究して生み出した、まあ、半永久エネルギーということで、へ、まあ、軍の兵器に使われている。エッグマンはね、小動物を使ってロボットを動かしてますけど、うんうん、まあ、軍はそういったそのカオスドライブっていうね、新技術でロボットたちを動かしてると。あ、なるほどな。いや、おもろ、エッグマンと違うメカが出てくる、それがまた違うエネルギーで動いてるっていう設定もなんか面白いな、うん、裏設定というかね、知らなくても別にいいんですけど。あ、グラインドかなこれ。あ、いいじゃん、うまくない今の、はい、かっこよく OK、 やっと。このゲームかっこいいアクションを決めると得点が入るっていう。あ、いいね。そうなんだ。うまくかっこよくステージを進んでいってほしいですね。これすごい、こんな道が街中にあっていいのか。これ落ちたらアウトだよね。そうだね、これ落下したら死亡です。どうしよう、ホーミングして左に逃げようかな。ほ、危ない、ホーミングできない。ほー、危ない。ホーミングがまだ範囲外だったんだ。危ない危ない。あ、小動物見逃さないぜ。ちょっと待って、ベンチの下に隠れちゃって。 OK、 ユーキャン、キーチャーとかキューチャー、トリックが決められる、うん、ジャンプ台に、ジャンプ台で A、うん、あれか、今度は生身でね。ほっ、いいね、いいんじゃない。もう一
よいしょ、うまい、うまい、ジルグマリア、もう一回来た、もう一回、オーケー、うまい、来た、おー、いいんじゃない、今めちゃめちゃ良かったよね、3連ジャンプの気がした、オーケーオーケー、最高、かっこよかったからポイントも入っちゃって、いいじゃん、やっと3連ジャンプうまくやったね、オーケーオーケー、見せてもらいました、気持ちいい、手に入って、ちょっと今の一連脳汁がすごいな、いいっすよね、ああいうのもね、やっぱやってると上達していくんで、なるほど、パスで決めていったか、さすがっすね、オッケーオッケー、ナイツ看板、あ、本当だ、ナイツ看板だ、ザ・ドリームリゾートナイツホテル、ナイツホテル、いい夢が見られそうだな、確かにナイツのホテルなんだ、ナイツのホテルどこにあるんだよこれ、超遊び心じゃんセガサターンのね、ソニックチームの名作ですけどね、ねえやったよね、まあ、我々も実況したんでね、気になる方はナイツ実況を見といてください最高のゲームだったからナイツも、上はなしか、うん、カオスドライブ取っといて、こっち側の上にはなんかある、何、チャオコンテナ、1個目と2個目教えてくれないんだ、確かにまあじゃあ壊してみますか、行こうか、鍵出てきた、はい、1つ目のチャオコンテナには、うん、チャオキーが入っていて、こうあのリングの隣にチャオの生首がしますけど生首っていうアイコンじゃなくチャオキーを手に入れるとクリア後にチャオガーデンに行くことができますので、あ、そうなんだ、はい、あ、なるほど、ソニアドみたいにこの空間に入るとチャオガーデンに行けるとかじゃなくて、はい、チャオキーを持った状態でステージクリアすると、そうなんです、ね、チャオガーデンに行けると、確かにそうなんです、ソニックアドベンチャーみたいにアドベンチャーフィールドっていうものがこのゲームには存在しないので、そうかそうか、全てアクションステージになるので、なるほどな、チャオガーデンの入り口ってものはないね、ちょっと交通量すごくて通れないんですけど、まあ、ソニックのスピードで駆け抜けてもらって、ほっ、作り込みがすごいよね、街もね、よこんなすぐ駆け抜けちゃうのにさ、確かに建物とかもすごいリアルじゃないですか、ちょっとゆっくり見ていいか、公園みたいのあるし、え、すごい、ちょっと待って、上の方見たいな、あ、見れないか、この上方向にカメラ動かせないです ね、 ね、自分視点とかないかな、なんかちょっとこうパークみたいな、本当だ、その空間があったり、ああここは透明の壁で阻まれちゃって、でもすごい作り込み、うん、めっちゃ見れんじゃん、綺麗な街なんですよね、本当だね、これも当時ソニックチームが実際にアメリカのサンフランシスコに行って、うん、その現地の様子を見て、作ったと、サンフランシスコはモデルなんだ、そうなんですよ、このねトラムっていうのかな、あの路面電車みたいな、はいはいはい、有名ですけど、これもしっかり出てくる、超面白いな、この街歩いてるだけで気持ちいい ね、 ね、こんな街はこのスピードで駆け抜けられるっていう、いや本当だな、この BGM も相まって気分はご機嫌っすよね、こっちチャオコンテナあるな、お、よく見つけたね、オッケーオッケー、あれ、うん、チャオキーも取ったんだけどな、あ、そうか、2つ目のコンテナだから、うん、内容物が違うのかな、はい、お、やった、小動物盛り合わせセット、盛り合わせセット、ね、やった、うん、よっつってねそうね、この取得した時の SE もいいな、え、下行くべきなのかスプリング行くべきか分かんないな、こっち行ってみようかな、スプリング行った方が二重リング手に入って美味しい、あー、ショートカットか、うん、なるほどね、下からも行けたと、うん、面白、ルート開拓もなんかはかどるね、ソニックらしいですよね、そこはクラシック時代からルート開拓はありますよね、このホーミングアタックのバーンって感じむっちゃ気持ちいいな、うん、そうだよね、手触りがいいよね、うん、フォーミングが当たってもなんか反発感というか、そう、おっと飛びすぎたか、すごい飛びすぎて、かっこいいからスコアは入ったよ、あ、すごいな、これやばい、あ、ソニックアドベンチャーでもこんなあったな、ね、スピードハイウェイありましたけど、お、ここはタイミング赤いところかな、そう、赤いところが出てた時に、いいぞ、ほ、いいじゃない、かっこいい、完璧、お、太陽が光って、オッケーカメラアングル後ろにあったんじゃないかな、チャオコンテナが、あ、ほんとだ、危ねえ何それ、見つけらんねえじゃん、はい、やった、あ、なんかレア小動物、うん、今作にはね、レア小動物が登場しまして、やった、3つ目のコンテナを壊すと、うん、そのレア小動物が出てきてくれると、なるほど、なんかユニコーンみたいなの手に入れたら、うん、ユニコーンだね、オッケーオッケー、伝説動物シリーズがありますんで、おい、うちのチャオめちゃめちゃ強くなっちゃうんじゃないのやった、ステージでもちょっとぜひ探してみてほしいな、これあれでしょ、ホーミングアタック連続するってことでしょ、そうです、これがね、初心者泣かせのちょっと待って、こういう超絶アクション、下落ちたら死亡ですから、ミスったらやばいよね、足元やばいよこれ、待って、行くしかないか、行くぞ、リズムが大事、ほい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 、かっこいい、ほいかっこいい、ほい、オッケー、よーし、オッケー、あっ、集まりが
意外とホーミングアーって短いな。そうだね、見えててもいかないね。そうだよね、ああ敵の方しっかり捉えないと。お、いいぞ、いい感じ、いい感じのアクション。あ、むっちゃ気持ちいい、落ちずに。これだけのステージやりたい。むっちゃ気持ちいい、やばい、いいね。オッケーオッケー、はい、800点、いいじゃん。スコアも稼げてるんじゃないの、うん、いい感じ。オッケーオッケー、このなんとなくこの植え込みの裏確認するんだったら植え込み裏いがちだよね。あ、パスアンダーって書いてある、うん、なるほど。でも行くなって言われてるぜ、ちゃうんか。 Do not enter、 行くしかないよね、行っちゃっていいよね、行っちゃっていいか。サマーソルトでいけんのかな。勇気一つで何でもできるさ。聞いた、これか、ここに繋がるのね。めなしソニックといえば追いかけられる。やばい、何この、かつてないアングル。手前に走り抜けるというこの。すげえ、超かっこいい。いや、どうしようこれ、前大丈夫かこれ。とりあえずまっすぐ走ってみてるけど、画面右側に注目してください。画面右側、画面右側に、あ、いや、ピックだ、今ピックだ。ピックゲストキャラクターピックが見えましたか皆さん。なんかいました、ね、軍のトラックで、なんかいました、ね、あ、なんかいけた、待って待って待って、ピック、ピック決まっちゃった。え、戻れないこれ、戻れないで、戻れないか、ホールディングが出てきました。おい、軍のトラックに巻き込まれてしまった。ピックがわたわたと、なんか慌てたけど。本作ではビッグが各ステージにこう隠れているっていう。あ、そうなんだ、して、はいはい、結構見つけやすいものから見つけづらいものまでいろいろあるんで。なるほど、それも遊び心としていろんなステージで探してみるのも面白いよと。隠れビッグを探せっていう要素ね。プレイアブルキャラクターではないんですね今作ビッグは。あ、そうなんだ、うん、ツーリアクションなし、うん、リアクションなしです。どういう意味かはちょっと分かりませんけど。なったのかな。そうか、はい、おもちゃもいる。お、口笛だ。あ、出てきた、上から来ました。おー、羊だ。なぜ上から羊が。パイプ以外のところでもね、小動物が出てくるポイントってあるので、うん、結構それはね、全部見つけるのは大変だと思いますね。なるほどな、うん、確かに、うん、ソニックのステージでは確か20匹は隠れてるのかな。へえ、うん、いや、ほんとなんかステージの隅々まで小動物隠れてるもんな、うん、全ステージで全小動物集めるのは結構至難の技ですよ。なるほどね、どうだ、結構スコア稼げたんじゃない。これは何枚デイ、ランク E は最低ランク、最低ランクなんですけどね。マジ、まあ、時間めっちゃかかっちゃったんで。あ、時間かけすぎたか。時間とかリングとか、まあ、いろいろ要素があるんで。結構いいジャンプ見せたけどな、うん、時間かけすぎか。お、うん、チャオロビー。そうだね。あ、なんかいきなりチャオガーデンに入るんじゃなくて、このなんかすごいエレクトリカルなこのロビー端末からスタートするんだ、うん、そうだね。つってもなんかあれだな、別に入り口はこれだけだね、サップ系な感じだけど、このスパリゾートな、うん、このアジアン、アジアンリゾートなこのこの入り口しかないわけだ、うん、そこに誘われていくソニック。ここだけだよね、うん、ちょっとここ入ってみますよ。これがチャオガーデンってことかな。はい、あ、来た、チャオガーデン、これこれ、ニックアドベンチャーに引き続きこの神コンテンツ、はいはいはい、ソニックアドベンチャー2バージョンですね、うん、卵が奥の方と手前に1個ずつ、本当だ、2つの卵がありますね。これもソニアでやってますから、うん、存じてますよ。揺らすんでしょ、拾って、長押しでいけたよな確か、こういうこと、はい、これこれ揺らしちゃって、どうしたソニック、いける、あ、こうか、スティックをこう組み合わせて揺らすのか。あ、そんな感じでしたっけ。なんかちょっとアドベンチャーよりもアクションの幅が増えてたり、ソニックも喋ったりするんで。あ、そうなんだ。進化が感じられるようになってますよね。なるほどね。なんか喋るの嬉しいよね。嬉しい。これでじゃあちょっと放置して結構揺らしてみたから、うん、どうだ、お、来た来た来た、これよ、どんな表情のシャオが生まれるのが。じゃん、うーん、お、生まれたてでわけわかんなくなってる。シンプルな見た目なんじゃないですか。来た、生まれました。かわいい、かわいい、ノーマルだね、シンプルな、うん、表情お茶を。かわいいでしたね、超いいじゃん、うん、じゃ拾ってきた小動物開けてみようか。お、数字はノーマルかな。お、耳が、耳と尻尾か、腕もなんだ、かわいい。ちょっと待って、あれだな、ユニコーン持ってきたよな確か。ユニコーンいるはず。ユニコーンどこにいるんだろう。ちょ、ストーリーモード途中だからあんまり長居してもって感じだけど。ユニコーンだけあげちゃうね。せっかくだからね、どうぞ。
じゃーん、うん、ランが結構しっかり上がったんだよね。おでこにハイビスカスみたいな角がくっついて、ユニコーンだからね、やっぱ角欲しかったけど、ちゃんと角がついてくれました。あ、かわいいじゃん、いいね。名前つけて可愛がっていこうな、うん、チャオの端末、うん、なんか他の上にあるシャオの端末で名前を付けられるんじゃなかったかな、あれか、うん、なるほどな。またちょっとチャオの名前とか公募しようかな。なんだっけ、ヨシノブね、ヨシソニカルベンチャーではヨシノブなんですけど、あれ向こうも生まれてる、あ、本当だ、勝手に生まれてる、放置したら生まれた、崖から飛び出して、すげえアグレッシブな、足腰むっちゃ強い素体が生まれた、冒険野郎が生まれたね、いいね。放置されてるやつはでもおとなしめの性格になるはずなんですけどね。そうなんだ、だいぶおてんばな感じだったこいつね。かわいいんだけど、違くてなんかソニックアドベンチャーの時よりちょっとなんつうの、肌質がマットになってて、なんかすべすべな感じになってるな。そうかもしんないっすね、かわいいね。はい、いろいろちょっと説明したいことはあるんですけど、うん、本編の方に行きますか。一応滝のこの表情を見て、よしよし、かわいい、喜んでるね、よしよしとかっていうボイスもついてると。そうっすね、これソニック以外のキャラクターももちろん来れますんで、なるほど、お気に入りのキャラクターで存分にこの可愛いチャオたちをめでてください。うわ、了解だわ。一旦じゃあこんなもんでいいか、うん、戻ったらいいのかな。そうだね、はい、OK、うわ最高チャオガーネ、早く本編遊びきってチャオガーネ行きてえな。鬼ごっこにも飽きたし、そろそろ街を出るや。ボス戦今頃、真打ち登場ってわけ。はい、何が書いてあるか全然わからない。 F6T ビッグフット、うわ、なんか軍のロボットと対戦か。ちょっといきなり始まったボス戦なんですけど、うん、ストーリーのね流れがいまいち説明しないままここまで来てしまったので、本当だよね、夜になっちゃったし、どうなってんのっていう感じだと思うんだけど、うん、まあ、もともとそのソニックがそのストーリー冒頭で捕まってたじゃないですか、軍に。あ、捕まってた、軍用ヘリにね。なんで捕まってたのかっていう話なんですけど、うん、これはソニックも分かってないんですよ。あ、そうなの。なぜか捕まってしまったっていうね、ほうほう、なんかその容疑者扱いされているということなんですね、うん、だから何かその心当たりないんだけど軍に追われてる状態からスタートしてると、これ何の説明もないんですけど、ね、ほうほうほう、だからまあソニックはまあ訳も分からず軍のやつらと鬼ごっこする羽目になっているというね状況ですよ。何なんだろう、危険人物扱いされてんのかな、うん、こんなマシン繰り出してくるということは相当危険人物扱いされてるな、うんね、前作でねエッグマンからステーションスクエアを救った英雄という認知はされてるんですけれども、やべ、なぜかそれでもなんか悪いやつ扱いされてしまってると、そうですね。うん、僕ビッグフット全然スキン見せないんだけど、どうやってどうしたらいいのこれ。宇宙にいるから。話聞きながらちょっと相手の動きを伺ってたけど、全然倒しそうにないな。終わったかもしれない。ソニックアドベンチャー通常機終わらせないでくれ。ここか？ジャンプ。いいね。こういうことだよな。ボディにダメージか。降りてきたところで攻撃与えていく、ね。はいはいはい。あのソニックアドベンチャーで。なんだっけ、ミスティックルーインで戦ったエッグマンのマシンと似たような感じ、エッグホーネットだ、ね、近いですね、あの感じだよね、うん、最初の方のボスはまあ空を飛んでいるとなるほどな、うん、アドベンチャーから引き継ぎで、うん、ここ、はい、オッケー、あ、右上あれか、体力ゲージか、そうだ、オッケー、やることは分かったよ、2つぐらいですかね、うん、うん、パターンが変わらなければあとはもう着々とダメを与えるだけ、行かしてくださいよ、うん、初ボスでデスれないっしょ、やってみてくれよ、ここ OK、 右上のゲージが赤色になって、うん、あと一発で倒れるって感じですかね、早く降りてこいよ、新しい動きは見せるのか、てかソニックはこれ昼から走り続けて夜まで逃げ続けてたってこと、そうだ、鬼ごっこに飽きるまで夜までかかったんだ、お、オーケー、いいじゃないですか、危なげなく、よしよしよし、いいじゃない、じゃあこの後のムービーすごく重要なムービーになってますので、あ、そうなんだ、皆さん瞬き厳禁ですよ。了解だわ、何、あ、出た、そういうこと、ここに繋がるんだ、シャドウザヘッジホッグ初登場シーンですね。あれはカオスエメラルド。
有名すぎるシーンが始まったよ。これか、ここがソニックとシャドウの出会いですよ皆さん。これが初登場ね、シャドウ。お前の代わりに軍から追われてると、間違われてんだね。そうですよ、犯罪者だったのはシャドウだったと。アオスエメラルドを盗んじゃったんですね。なるほど、これが初めてのカオスコントロール。はい、カオスコントロールって何っていう状態ですよ。発動まで結構時間かかる。そうなんだ。うわ出たね、超かっこいいじゃん。食い気味の名乗り。食い気味だったね。僕の名はね、僕なんすね、一人称僕なんだっていう。かっこいい、うわめちゃめちゃかっこいいな。ソニック捕まってたんですね。こんなことやってる間に揉まれてしまったと。完全に包囲されている。はい、間髪おかず、矢継ぎ早に今度はナックルズ編。ナックルズ編ですね。ナックルズとルージュが対峙してる。ルージュもここ初登場ですね。ルージュもここ初登場。はい、おい興奮冷めやまないのに。またシャドウの余韻引きずってんだけど。新キャラのバーゲースイルスよ。なんかナックルズ色黒いな。そうなんだね、なぜか今作ナックルズ色黒だった。日焼け気味だね。なんかモスターエメラルドが、アイクマン、エッグマンもモデルが新しくなってかっこいいですよね。これエンジェルアイランドじゃないよね。エンジェルアイランドじゃないね。ルージュがもう、うん、マスエメラルドをもう奪ってきちゃったってことなんですかね、このサイズ感で。すげえな、ルージュどうやって運搬してたんだ。ブラックズ自らがエメラルドをぶち壊すという。情報量が多すぎる。あ、集めればまた元に戻るから、うん、取られるくらいなら壊してしまえってこと。せっかくね、前作でカオスにぶっ壊されたのをようやく直したのに。そうだよね、また壊すこと言うな。うわー、ここも初めて出会うわけだ。初めて出会う、もう最初から夫婦万歳してるわけですけど。ステージ2ワイルドキャニオン、きたナックルズステージ、うん、あれなんかスタートからいきなり赤くビカビカ光ってますけど。本当だ、エメラルドの反応が。いろいろ説明させてよ。これちょっと今、うん、びっくり見えてたから。こんなことあんのか、やったー、ラッキーすぎるだろう。ということでちょっとじゃあ一応解説をさせていただくと、うん、まあ、今作もね、あのナックルズ宝探しになってます。ソニックアドベンチャーと引き続き、うんうん、ということで、3つのマスターエメラルドをステージから探していくんですけど、うんうん、まあ、1つ目はもうなんかラッキーで手に入れちゃいました、ね、ラッキ ー着地して2メーターぐらいのところに早速出てきたな。、まあ、マスターエメラルドレーダーが下にあるので、それの、まあ、反応を頼りに探していくと、うんうん、いうことですね。今グレーアウトしてる下のやつね、うん、はいはい。でもおもちゃもいますね。うんうん、なるほどね。探査機っていうのがこのテレビみたいな、ね、これか、見てみようかな。日陰の鳥の箱、うん、まあ、何のこっちゃと、うん、いうことなんですけど、まあ、日陰の鳥っていうのがなんかどっかにいるんですかね。あ、そのテレビが語るこうテキストヒントも頼りに、うん、それに近しいオブジェクトがどっかにあるんじゃないかってことね、うん、そういうことですね。まあ、今作ではそのソニックアドベンチャー、前回のソニックアドベンチャーとは違ってもう完全にナックルズ専用ステージになっているんで、そかそか、宝探しに特化した360度いろんなところ探してくださいねステージですね。はいはいはい、あーいいね、登りやすい登りやすい、各アクションも使えてね。はいはいはい、アクションもちょっと見ていきましょうか。うん、さっきパンチは出せた、これダッシュ中にパンチをするとこ、おお、これはですね、まあスパイラルアクションを見せてくれるんですけど、うん、回転しながらダッシュするっていう、これはですね、映画ソニック・ザ・ムービー2でもソニック VS ナックルズか、ナックルズが見せてくれていたアクションなんですね。あ、そうなんだ、分かってなかった。へえ、スピンオフのナックルズの方でもチラッとこのアクションしてたんで、あ、マジで映画でも遺憾なく発揮されるこのアクションの原点はここにあったんです、ね、そうなんだ、うん、ソニアド2で出てきたアクションなのね。そうなんです、うわ注目して映画も見てみよう。なるほどな、これこういうことか、風に乗っていけるのか、風に乗って外に出て、外にも何かが、うわむっちゃ広い、外の空間も結構広がってるのか。レーダーが反応しないな。うん、そうだね、
こっちはどうだ。お、あ、来た。この奥かな。黄色になって、あ、緑に戻ってしまったね。ただ途中黄色になった、ね、うん、手前の方か、うん、あ、この辺っぽい。これか、これやった。鳥の箱、日陰の鳥の箱。あ、なるほど、なるほどね。日陰にあった鳥マークがついてましたね、確かに箱。あ、マジで、うん、そっか、ちょっと箱見れてなかった。なるほどね、そっかそっか。ヒントのフレーズもちょっと思い出しながら、うん、赤丸の上、うん、赤丸ってどこだろう。この透明になってるやつは、透明になってるやつは、あ、見れるは見れるな。見れたね。なんか透明になってるやつ見れないような記憶あったんだけど、見れたね。うん、何だったんだろうね。はい、このなんか不思議なね、世界観、エジプトっぽいですよね。なんかスフィンクスの生首が置いてありますけど。確かに。で、今作は結構世界中を旅するというか、なんかいろんなロケーションに冒険に出かけていくので、この世界観にも注目ですね。え、エジプトにいたから日焼けしたってことなのかな。日焼けには弱いはずなんですけどね。日焼けの原因って観光してたからってことなのかな。で、なんか今回はエンジェルアイランドが出てこないんですよね。あ、そうなんだ。でもカオスエメラ、あ、マスターエメラルドが壊れてしまったんで、まあ、エンジェルアイランドは落下しているはずなんですけど、ほうほう、それはちょっと語られないという。四角い建物の上、うん、どこだろう。あ、この辺、まあ、でも下にありそうだね。四角い建物の上、うん、あれどこだ。いや、なんかでもソニックアドベンチャーよりやっぱり動かしやすくて、うん、探索も楽しいな。そうだ、ナックルズの動かし方というか、その動きやすさはかなり改善されてると思いますね、うんうん。結構ナックルズはソニックとは全然違って、その縦横無尽に動けるっていうところが面白いですよね。うん、そうね、気持ちよさがあると思う。この、あ、この上か、四角い建物、これか、なのかな。あ、これっぽい、これの上、うん、あ、これか。おオッケー、見つけた。よいしょい、結構スムーズでしたね。オッケーオッケー、まあ、ヒントもちゃんと活用しながら、これはいいスコア出るんじゃないの。さっきいいだったからね。ザン、どうよ。おお、まあ、こんなもんだろ。オッケーオッケー、 C ランク、 C ランクか。ちょ、5段階評価なんで真ん中ですね、 C だと。じゃあ最高は A。 最高は A です。なるほどな。 A を取るのは相当難しいんで。結構だってこれランダム要素多いもんね、うん、ナックルズだと。うわ、来た。3人目はもうテイルスですね。テイルス待ってたよ。なんか難しいこと言ってる難しいことを言ってるけどめっちゃ棒読みこのね、この棒読み有名だよね。ソニックアドベンチャーの時とは声優が交代していて。ああ、そうなんだ。同じく 子役さんなんですけど。あ、エミーちゃんも。おい、大ピンチ。ちょっと入ってこないな棒読みがすごくてちょっと内容が来ないですね。え、すごい、なにこれ。二足歩行ロボット、おい、サイクロンに大変身ですね。トランスフォームして、トランスフォームして、して、うわ、すごい。この何の説明もなく、エッグマン戦、エッグマンですね。このモービルモードで、うん、エッグマン対戦か。ちょっと待って、リング1枚あればいい。ちょっとボス戦なんであんまりこう気を抜けない状況ではあるんですけど、テイルスは本作だとこのサイクロンっていうね、ロボットに乗っている状態でプレイしていきます。なるほど。ゲームとしてはまあシューティング系ですね、うんうん、前作のガンマに近い。こうか、なるほど。こうやって特訓して攻撃を与えていくと。はいはいはい、あ、こういうことか、うん、オッケーオッケー。足が速い、エッグマン。エッグマン速いんだよこれ。気をつけて、バルカンも打てるからね。よいしょ。距離だとこうパンチで。あ、今パンチしてた。なるほど。なんか暗いマジックハンドみたいのが出てきて攻撃できるんで、こうなかなか落ち着いて戦ってるんじゃないですか。いいんじゃない、距離取って。一応画面の下にあるこの水色のバーが自分の体力ですね。あ、はいはいはい。テイルス編だとそのリングを集めて、体力回復をしながらっていうことで、リングがただリングゼロでも別に死なないっていう、ね。なるほどね、そういうことか。リングは拾うと回復できるんだね。回復しますね。はいはいはい。ほら、オッケー。ラス1くらいか。いいね。バルカン気をつけて。ほっ。もう落ち着いてるね。オッケー。いいじゃないですか。危なげなく。全然ゲーム性違えな。ね。そうなんすよ。おもろ。オッケー。エッグマン退けたよ。やるじゃん、テイルス。
この場は引き分けておいてやる。だがこの次はこうはいかんぞ。なんか言ってら。オッケーオッケー。すごい、やるじゃんテイルス。エミちゃん。この BGM、前作のテーマ曲ですね。マイスイートパッション。これいいよね。いや表情いいじゃん、うん、表情いいでしょ、うん、大阪キャラクターの表情がすごくいいのでね、そこはちょっと注目してほしいですね。動きもなんかねすごいんですよ、キャラクターの動きもなんか演技がいいですね。なるほど、表情動きにも注目していこうね、うん、うわテイルスステージ、プリズンレーン監獄の最深部を目指せ、まあ、早速始まっていくんですけど、ちょっとまあストーリーの展開をおさらいさせていただくと、うん、まあ、ソニックが軍に捕まってしまいましたと、はいはい、いうことで、まあ、テイルスはそのソニックが捕まったとされる軍の監獄施設があるというこのプリズンライドアイランドにやってきた。あ、ここがそうかですね、はいはい、でそうしたらなぜかエッグマンとエミーがいたということなんですけど、うん、まあ、だからテイルスは敵の本拠地ですよ、言うなれば軍の、まあ、監獄施設の中に、まあ、牢獄破りっていうんですかね、うんうん、その脱獄させるために行っているという、なるほどな、やってることは犯罪者だということになりますよ。まあ、ソニックを助けるために、はい、このプリズンアイランドに乗り込んできたと、はい、ということですね、はい、ちょっと今話聞きながら敵倒してたら左の空間が空いたな、もうこっちから見ていいか、なるほど、よく見ていたよ、うん、小動物だね、おお、ラッコだ、ラッコだね、ラッコが手に入るよというまあイベントか、そういうことですね。そんなに大したことではなかったね。これは壊せないね。オーケーオーケー。灰色のボックスは硬いボックスなんですよね。うん。このなんかガスボンベみたいな。危ない。オブジェも壊せるんでね。あ、そうなんだ。これか。うん、はい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 。あ、結構影響できるオブジェクト多いんだな。そうだね。上にも何かあるけど。あ、ちょっとでもいけなそう。ジャンプが足りない。パワーアップアイテムがね、まあ、やっぱり今作でも出てくるんで、ああそうなんだ、手に入れてからもう一回プレイすることでいけるルートがあるんで、なるほどなるほど、1回目のプレイではちょっといけない場所があるのは、まあ、しょうがないと。了解だわ、このホーミングレーザーずっと出しておいた方がいいな、だんだんでも弱まってきちゃうんじゃなかったかな。あ、そうなんだ、しかも見た目よりあの攻撃範囲狭いっていうね、レーザーが届いてるんだけど反応してくれないとかもあんまあるんで、なるほど、そこは過信分け難しい。あれだ、いいぞ、よし、オッケーオッケー、はいはいはい、道が開けなかったら敵を探せということだね。了解、こういうことね、うん、よっ、オッケーオッケー、はい、はいはいはい、流れはなんか分かってきたな、うん、オッケー、あ、チャオコンテナ右に見えたけど、もうなんか、うわ、どうやっていくんだこれ、いけなそうだな、これ登れるか、上から攻めるかい、マジで全然ゲーム性違う、はいこれ面白いな、でも、うん、手前いけるかな、よっ、うわ、でも倒せるけど、開いた、開いたけどこれいけないぞ、これはパワーアップアイテムが必要だね。あ、そうなんだ、うん、あの前作のガンマでもブースターってあったじゃないですか。あった、滑空するみたいな、はいはいはい、あれが本作でもどこかで手に入るので、まあ、それを手に入れてからじゃないといけない、ね、そういうことか、なるほどな、うん、ちょっと初見ではわからないからねそうだよね、ちょっと考えすぎちゃうな、うん、前作ガンマやってた人はなんとなくピンとくるかもしれないけど、あ、ね、お、なるほどな、おもちゃはめっちゃいるね、確かに、あーちゃおう、シャオーってそういう使い方もできるんだあ、倒しちゃおうってね爆弾いっぱい持ってる敵っていうのはホーネットですかね、ホーネット、うん、ホーネットっていう、まあ、ビットをいっぱい持ってる敵が出るんですよね。なるほど、危ない、うわ、レーサーオッケーオッケー、うん、騙し騙し来れてるよ、結構なんか図体がでかいから、うん、丁寧なプレイングが要求されるな、これ右にあったろ、見逃さないぜ、オッケー、テイルスでチャオガーデン行きたいよね、あ、確かに、え、このサイクロンの乗り込んで行くのかな、あのノトかな、どうなるでしょうね、チーター、あ、檻の中入っちゃった、トラかな、トラか、トラですね、トラパワータイプだね、なるほど、
降りちゃおうかな。よっ、 OK、 ゴリラ、ゴリラだね、絶対パワータイプじゃん。ゴリラもでもヒョーなんだね。確かにウホッとかじゃないんだ。ウホッって欲しかったね。そんな可愛い声じゃないだろうとお考えでね。びっくりドンキーみたいな声で入ってほしかったけどな。待って、いるな。いますね。あれどうしたお前。釣り竿が見えちゃってたよ俺。ビッグそう、あの禁止区域で釣りしちゃったんだろうね。釣りしちゃいけないところで。ギフトピアのポックル君もそれで捕まってましたから、ね、なるほどね。同じ鉄を踏んだか。ビッグも隠れ要素ね、はい、いやビッグ毎回見つけていきたいな、ね、さっきのナックルズステージにもいたってことだよね。いたんですけど、ちょっとなかなかやっぱ見つけづらいステージとかもあるんで。そうだよな、全部見つけるのは相当難しいと思いますね。ナックルズステージで見つけるのむずそうだな。結構むずいと思う、うん、手前なんもないかな。なんもなしだな。賞味体験あるよね、それはね。うんうん、オッケー。体力はね今のところ削られてないね、うん、いい感じ。あれまだいんのか、これか。はい、オッケーオッケー、ね、ちょっと時間差でね、うん、いった、くっそ、言ったそばから今集めたくなっちゃうよねやっぱね。体力しっかり元に戻して、上行ってみようかな。おっ、なんかあるじゃん。よっ、おっ、あ、なんかある。不思議なオブジェ。石造りの。うん。でもそれこそあれか。そぐわないね。ブースターが必要そうだよな、うん。ちょっと今はいけないやつか。まああれももちろん重要な、まあ、オブジェではあるんですけど、うん、まあ、今のところはまだ何も意味がないということで。あれ、あと忘れないようにしよう。オッケー。パワーアップアイテム取ってから結構また来ないとダメそうだね。そうだね。2回目の。まあ、2回目探索するときも結構いろんなのがあったりするんで。なるほど。あ、この自分のフォーミングレーザーって壁貫通すんのか。あ、そうだね、確かに。はい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 、あ、なるほどね。結構遠くまで届いてるね。確かにね。1回ロックオンしちゃったらじゃあもう自分は安全なところに隠れて車線切りながらフォーミングした方がいいね、うん、それはいい判断だ。なるほどな。なんかいる、ゴールドビートル。あ、消えちゃいましたね。はぐれメタルね。そう、登場する。はぐれメタル。すぐ逃げちゃうからね。まあ、経験値ではなく、得点がたくさん入ると。ということで、各ステージに1匹ずつ隠れているレアキャラですね。なるほどな。で、目の前には、ユニコーンが捕まった檻。はぁ。いや、理解したよ。この手前のロケットだよね。ロケットがあるけど、あのロケットまで行くには、ブースターなんですかね。なるほどな。覚えてないんだけど、まあ、ブースターあればいけそうだよね。そうだよな。ちょっと今ダメか、絶対あれ使うよな、ね、あれしかないでしょ。ユニコーンが果たして無事なのか問題はあるけど。確かに。なるほどね。いや結構じゃあ本当にまた戻ってやること多そうだな。ブースターがないと始まんないみたいなとこあるね。はいはいはい、うん、よ、 OK、 いいよ。壁クリアリングして、監視カメラもね、うん、ちょ証拠を隠滅しておかないと。あれ、寿司な。そうだよ。テイルスも不法侵入してるわけだよね、うん、ヒーローサイドなんて言ってるけどね。やってることは完全に犯罪ですからね。正義とは何か、悪とは何か。考えさせるね。国の予算でこの軍のロボットをできてるんだろうからさ。こいつなんでいいのかな、倒したら。あれ、開かない。お、まだ後ろに、いたのか。後ろに控えていたモノビートル。ちょ、全然ロックしないんだけど。ほっ、ランプで。あ、ダメだ、全然場所が悪いんじゃないか。あ、こっち登ってみるか。うん、こうかな。いいね。オッケーオッケー、はい、なるほどな。手こずらせやがって、ザコが。レベルデザインした人もにんまりだよ。あ、ゴールリングだ。オッケー。行け。うー。オッケーオッケー。まとめて一網打尽ですわ。左なんかない。あ、コンテナか。よく見つけたけどここまだ行けないね。手前は？おい、なんか探索心をくすぐってくるな。アクションステージとはいえ本当にいろんな仕掛けがありますんでね。オッケー。ゴールリング触って、やった19,880点。いいね、なんか家電製品の値段みたいになってます。確かに。
これでも C か。C。なかなかね、A はいきませんよ、そりゃ。なるほどな。うん、シャオロビーに来ました。うん。生身のテイルスですよ。なんかできてる。お。シャオキンダーガーテン。シャオ幼稚園ですね。シャオ幼稚園。はい。あ、待って、これソニックシンフォニーで。エッグマンが入ったとこじゃねえの。そうそうそう。そうですね。そうだよね。ソニックシンフォニーで出てきたんだよ。その映像がね。はい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 。これがチャオ幼稚園か。行った人にしかわからないデータ。申し訳ない。はい。そっか、これチャオが生まれたから、チャオを持ってきて、うん、あのいろいろな校長室だったり、うん、医務室だったり、そういうことです。連れて行けるわけだ。そうだね。はいはいはい。いろいろ楽しみがあるんですけど、まあ、テイルスもね、ちょっとせっかくなんで動きも見ながら。そうだよね、うん、ちょっとなんか飛んだりできそうだったから、カオスドライブも一旦奉納しまして、うん、あ、なんか上に浮上するんじゃなくてその場でホバリングするタイプの飛行になってるんだ。そうだね、確かに言われてみればそうだ。ソニックアドベンチャーとかとはちょっと違う挙動だよね。気持ちいい。しかもなんかずっと飛んでられるんだけど疲れないのか。全然疲れない。あ、どうした。おい、いつもそれでやってくれよ。上昇するのに負荷がかかるのかな。あ、そうなのかもね。この場を維持するだけだったらいつまでも飛んでられるんだ。へえ、なるほど、あ、痛い痛い。ニコンちゃん、ちょっとじゃあ撫でたりなど。よいしょ。あ、かわいい。テイルスもかわいいな。チャオだけでなく。皆さん見てますか、この癒しの空間を。あ、かわいい。これが見たかったんだよ。これマジ各キャラで来るの楽しみだな。楽しいよ、ほんとに。これ固有アクションもあるわけだもんね、うん、飛んだりとか。そうだね。なるほどな。え、エッグマンどんな動きするんだろう。確かにな、ちょっと気になりますよね。オッケー、じゃあ一旦ちょっとテイルスの動きも見れたんで、またじゃあ本編に戻っていこうかな、うん、あ、捕まってますね。イラつくソニック。え、あ、エミーちゃんが先に牢屋に到達して。エミーローズ、華麗に健全って感じ。大きな声出すなよ。見つかっちゃうだろ。お前が言ったんだろうが。ここまでテイルスに連れてきてもらっちゃった。連れてきてもらったのやっぱり。そんな態度で。もうカードキー持ってる、うん、随分とお困りの。どうやって入れたんだ。俺は俺の偽物の手がかりを探すためにわざと捕まってんだ。可愛いじゃん、なんか。なんかね、ちょっと武器になってる。お、エミーは知ってるみたいですよ。あ、交渉決裂。思考回路も音速すぎてやり取りが早いよ。何この牢屋。なんかいろいろ書いてありますよね。ガリレオくらい書き込んでんじゃん。何この部屋の落書き。エミーちゃんも突っ込んでる、うん、ソニックが書いたの。音速で落書きしたのかな、うん、ソニック IQ めっちゃ高いらしいからね。あ、そうな。考える速度もむっちゃ速そうだもんな、うん、やっぱね、走るのとか歩くのが速い人は IQ 高そうだし、ね、確かに。というわけでメタルハーバー始まりましたね。速いよ展開が。もういきなりこう、うん、なんか玉川さん今何もしてないんだけど。待って、これはこのステージはまあ有名なステージですね、うんうんうん、一応話の展開としてはソニックが牢屋に捕まっていたところをエミが助けに来たと。はいはいはい。でソニックはまあシャドウの手がかりを探そうと、まあ、あ、なんか強がってましたけど、うんうん、まあ、エミはどうやらエッグマンとシャドウが一緒にいるところを見た、ね、なるほどな、はいはい、であればちょっとそのエッグマンなのかシャドウなのかを探しに行こうぜと。了解だわ。ということで一応じゃあもう脱獄は成功して、うん、今から街に戻るところなんだ。そういうことだね。でもまあ今のところ手がかりがエッグマンぐらいしかないので。そうだよね。どこに向かったらいいのか分かんない状況だけど、とりあえず走ろうということだね。むっちゃ怖いステージ。本当にホーミングアタックを要するところがめちゃくちゃ出てくるんで。そうだよね、これミスったら海に水没しちゃうよな。あ、下にバンパーあるじゃん。なるほど、そうそう、下のバンパー行こうかな。下バンパーの方が安全ですね。でもさ、お、お、カメラ待って、大丈夫、あ、大丈夫だ。オッケーオッケー、大丈夫したい。こうか、よーし、危ねー。オッケーオッケー、あ、左にライトダッシュできそうだけど。そうだ、まだライトダッシュは使えないんで。あ、そうか。これもパワーアップアイテムを待たれてどうする。そうだよな、ソニックアドベンチャーでもこの B ためからのライトスピードアタックが必要だったもんな。うえい、どっかでじゃあパワーアップアイテムを手に入れられるのかもね。ここですね。
うわ、これ乗り継いでけってことか。アドベンチャー2ヒーロー編のまず最初の鬼門、フォーミングアタックで乗り継いでいく。うわ、声ミスれねえじゃん。それしかも左にキャップあるとか、あそこまで行く勇気ありますか。行かせてください。ちょっと待ってよ、勇気が出ない。頑張れ。何このバンジージャンプの前みたいな、このドキドキ。行けないんだけど。もう後戻りできないからね、やり始めたら。行くぞ。リズム、あんあんあん、リズム、オッケー。そっちも行って、やった、はい、頑張って。やって、黄色が出てきて、消えて、おいコンビ、おーしょー、オッケー、やるじゃん。オッケーオッケー。あれ待って、ライトダッシュがまだ手に入れてないよね。必要な場所だね。あ、左行けるのか。ちょっと待って、もんちゃおう。うんうん、はいはいはい。近くにパワーアップアイテムがありそうだな。あった、早速。オッケーオッケー。分かっちゃうんだよね、ソニカドメちゃんやってっから、うん、そうだね。ここは親切設計。 OK、 ライトシューズ、ライトシューズ、リングに沿って高速移動するダッシュ技、ライトダッシュを使うことができる。リングに近づくとアクションウィンドウが現れるので、その時に B ボタンを押すと発動。あ、 B ためが必要ないんだ、うん、必要なくなりました。なるほど、ボタンでいけるようになりました。超楽じゃん、うん、え、これ降りて大丈夫、ここからいけるか。ティカルちゃんの説明がないのが寂しいよね。確かに。おもちゃはそこは引き継がないんか。アクションウィンドウが出る。これか。ダッシュ。ゴー。うわー、これこれ。いいじゃん。このリングのチャリリリリンって音は相まって。めっちゃ気持ちいい。すごいよね。いいね。なるほどな。これ溜めなくてよくなったのめっちゃいいな。うん、そうなんですよ。ワンボタンでいける。え、まっすぐでいいよね。ちょっと待って。え、ちょ、ミサイルが。ミサイルがかっこいい。ミサイルかいくぐって。あ、なんかあるじゃん。おお。オッケーオッケー。チャ大きいね。チャオキーはしっかり取っていく。一応拾っとこうかな。まあ、チャオガーデンのところはカットするかもしれないけど、うん、一旦見つけたキーは。うん。あ、なんか上にある。お、プリズンレーンでもあった。謎の台座だね。さっきの石造りの台座だ。ジャンプ力も足りないし、どうやってあそこに登るのか。ほっ、あらが。果敢に挑戦していく。いいんじゃないですか。そういう姿勢大事よね。今ちょっとバックステップみたいな。うん。あ、何これ。あったっけ。あんまり記憶にない動き。サマーする途中に A ボタン押したらバックステップできた。そのなんか格ゲーみたいな動きできんの。キャンセルできんの。見つけたわ。なるほどね。いろいろ組み合わせていこう。あ、待って待って、危ない。ライトダッシュのアクションウィンドウが出たら、うん、ここ、うん、オッケー、いいね、ながらで行っちゃって最高。このメタルハーバーはソニックフロンティアの電脳空間でも再現されてたステージなんで。あ、そうなんだ。フロンティアをやったことがある人はもしかしたら見覚えがあるステージかもしれない、ね、なるほど、うん、これが原点ですから、ね、うん、フロンティア版電脳世界の方もやりたいな、うん、本当に構造がめっちゃ同じだからね。そうなんだ、興奮したよね、メタルハーバーじゃんっつって。なるほどな、うん、あ、ステージも本当に気持ちいいステージだからね。ね、曲も最高、うん、ね、曲もいい。これ手製でグラインドできるんだよね。え、そうなんだ。ああ、ちょっと通り過ぎちゃう、あぶね、ここもか。おい、ちょっとこんなの2回も用意すんなよ。ほんと明智もね、当時小学生の時これがクリアできなくてソニックヒーロー編積みましたから、ね、マジで。そう、鬼門だよな。いくぞ、リズムだ。はい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 、うまいね、はい、オッケー、よしよし。なんか1匹逃した。いや、逃してないんじゃないかな。なんかいるよね。いる、あれあれ、あ、いるね、ほんとだね、ほんとだ。ショートカットできちゃったのかな、気づかなかった、ね、いや、これちょっとサマーソルト怖っ、なんでこんな際に。いや、オッケーオッケー、ペンギン、太眉のペンギン手に入れて、思考と、まあ、泳ぎが育つやつらがいたい、ね、なるほど。ん、え、助かるかも、どういうこと、ハンドルまで急ぐ、どういう状況。それはあの麓のアザラシが気になって。あいつ大丈夫か、もうすぐ発射するらしいぞこれ。焼け死んじゃうよな。焼けアザラシになっちゃうぞ。あ、でも階段とかあるね。あるよ、バンパーとか使って階段登っていけばいいのかな。待って、何、ちょっと待って、カウントダウン始まった。待って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 、走らせるじゃん。え、道なりに行けばいいか、やばいよ、行けそう行けそう、行けるか。あ、待って、飛んでる、やめてくれ、ここハンドル、危ない、オッケーオッケー、危ない。結構ギリギリだった。やめてくれよ、そういうこと、カウントダウンするんだ。ミサイルに乗ってっちゃったけど大丈夫かソニック。ええ、どこに乗ったのこれ。このまま脱出し、どういう、え、テラへ。そういうこと。
はい、なぜか急降下。ダクトみたいなところを通り過ぎていって、どここれ、屋根をスケボー代わりにして、もう一回メタルハーバーに着地してジャンプして、あ、ゴールリングだ。まあ、これ軸大丈夫か、危ね、ロケットは何わかりません。ロケットの下り何わかりません。かっこいいことしたかっただけかっこいいことするとスコアが上がると聞いてます、はい、そういうこと、そういうことです。とりあえずかっこいいことをしたいんだよなソリアド2は全体的にそういうコンセプトでお届けしている、ね、はい、絵面がかっこよければ全て OK と